こんにちは。ようこそカップケーキ中毒へ。今回はとっても美味しいホイップホワイトチョコレートガナッシュフロスティングの作り方をご紹介します。ガナッシュはとっても応用が効く一品です。作りたては滑らかな液状ですが、一度固まるとスプーンですくったり塗ることができるようになります。そしてガナッシュをホイップするとふわふわのフロスティングに変身します。では今回必要な材料と道具をご紹介します。スタンドミキサー、今回はウィスクのアタッチメントを使っています。パドルのアタッチメントを使うこともできますが、空気をより多く含むことができるウィスクを使うことをおすすめします。ホワイトチョコレート、こちらはすでに必要な分量を測ってあります。チョコレートの質が出来上がりの質を左右します。あまり安いものではなく、あなたが作って食べたいと思う質のホワイトチョコレートをぜひ使ってください。泡立て器、生クリーム、脂肪率 40% 前後の生クリームです。でははじめにボウルに入っているホワイトチョコレートに生クリームを入れましょう。今回は電子レンジで温めながら作りますが、もちろん鍋を使って作ることもできます。鍋を使う場合は生クリームを先に温め、その中にチョコレートを入れることになりますが、その方法は説明欄に書いておきます。今回は電子レンジを使う方法をここで紹介したいと思います。ボウルを少し振って中に入っているホワイトチョコレートに生クリームをコーティングさせます。このボウルを電子レンジに入れて中で1分間温め、その後よくかき混ぜます。では最初の1分間が終わりました。ご覧のようにホワイトチョコレートが下に沈み、生クリームで完全に覆われています。これを泡立て器を使ってよくかき混ぜましょう。かき混ぜ終わった後、もう少し電子レンジで温めていきます。かき混ぜ始めると黄色っぽくなりますが、これはホワイトチョコレートから出てきたココアバターです。ではもう一度電子レンジに入れてもう1分コーで温め、その後またかき混ぜます。2分目が終わりました。ココアバターが出てきてバターのような黄色になりましたね。ここは電子レンジの機種によって調理時間が変わってきます。かき混ぜてみるとホワイトチョコレートの小さな塊があるのが見えます。なのでまだ完全に溶けていないことがわかりますね。ホワイトチョコレートは他のチョコレートに比べて溶けにくいので、1分間ほど時間をかけてかき混ぜましょう。よくかき混ぜてチョコレートを動かせば、動かした分だけよく溶けるので、ここのかき混ぜが重要になります。ここで大抵の人がホワイトガナッシュが黄色に変色してしまい、自分が間違ったことをしてしまったと思うところですが、この段階ではこの色になっていることこそが正解です。もう一度固まるとココアバターと他の液体が元に戻り、色も白に戻ります。これでこのボウルの中にチョコレートの塊はなくなりました。私の電子レンジでは1分間の温めを2回しただけですが、電子レンジの機種によってはもう少し時間がかかる場合があると思います。その場合は3回目、4回目と続くわけですが、その度によくかき混ぜて塊がなくなるまで続けてください。ではこれを冷ましましょう。少なくとも2時間は冷ますようにしてください。温かい状態や生温かい状態ではホイップはできないので、完全に冷ましてください。完全に冷めたら次はホイップします。2時間冷ましたものです。私はいつもラップをかけて室温で冷ましています。ご覧の通り白っぽく固まる前のドロッとした状態で、スプーンですくうことができる状態になりました。これをスタンドミキサーにかけてホイップします。ハイスピードでかき混ぜ、ふわふわの白いクリームになるまで泡立てましょう。これでホワイトチョコレートガナッシュのフロスティングが出来上がりました。先に言った通り色も黄色から白に戻りましたね。スプーンですくうことができて、スプーンを振らないと落ちないくらいの硬さになりました。これで絞り出しができます。現時点では低めに絞り出しをするに最適な硬さです。
もし高めにフロスティングを絞り出したい時には、室温であと1時間か2時間置いてから使うと、より絞り出ししやすい硬さになります。このフロスティングは冷蔵庫に入れる必要はありません。3日か4日間は室温で保存できます。簡単で綺麗に絞り出しができ、ふわっとした食感がたまらない一品です。お楽しみいただけたでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。